どうも、かげやんです。今日は2021年5月1日土曜日ということで、5月入りましたね。5月1日の朝は曇り、もう完全な曇りですね。で曇りから、今日は土曜日なんで、というかまあゴールデンウィークなんでね、皆さんこうゆっくりこうされてるのか、どうか出かけられるのかね、その辺ちょっとよくわかんないですけども、僕はもういつも通りというか仕事に精を出すということですね。キュウリ、まずキュウリ見ていきますけども、ちょっとこれは何や、これはじゃないか、まだキュウリの実ではないですね、なんか出てきたかなと思ったんです。これね、でも違いますね。でこっちが唐辛子ですね。唐辛子はまだそんなに変化なしですね。で水菜はこれはちょっともう厳しそうな感じですね。水菜はちょっと残念な状態かな。また新しいこうちょっと何か苗を購入するかなというところですね。そしてこちらが、ナスですね。ナス、ちょっと見ていくとこれですね。これがこう大きくなっていくのかなと。ちょっとピンボケかな。これがこう大きくなってこう、ナスになっていくのかなというところで、今日はまあこんな感じ。そこまでこう、ちょっとキュウリができてきてるのかなと思ったら全然違ったみたいなんで、もうちょっと待ちましょうということで、5月入って5月1日のこう朝の野菜作りの状態です。ということで以上です。ありがとうございます。